ファン、大きな声援をいただきまして本当にありがとうございました。今シーズンのスワローズは V 奪還を目指して、スタートしましたが、なかなかうまくいかず、非常にファンの皆さんの期待に応えることができず悔しい気持ちでいっぱいです。今年の反省を生かし、しっかりと強いチーム、勝てるチーム、心と体の強いチームを目指して、また一から出直していきたいと思います。昨日の青木の、引退を見続き、今日山崎浩太郎が最後のゲームでした。簡単ではありますけれども、今年の締めの挨拶とさせ
させていただきます。本当に1年間応援ありがとうございました。